本日のディズニーシーはどうでしたか？やっぱりトアはね、結構やっぱりディズニーによく行くので、そのインドネシア組のその初めてアトラクション乗った時のリアクションがすごい楽しかった。いやマジでさ、あのソアリン、ソアリン初見実況おもろすぎたよな。ソアリンっていうなんかあの最新だよねあれ多分。そうやね、そうディズニーシーの中では最新やね。最新のアトラクションがあって、まあなんか詳細はね、みんなね、いろんなね人の配信で話すと思うから、まあなんかザクッと話すんだけど、そのソアリンに乗ったことがあるんがスバルとトアだけやったよね。うんうんうん。それでいやこれおもろいぞってドヤ顔でみんなをね案内してたんよ。はい。そしたらもう初見のもうペコラとかムーナとかヨフィとかリスの反応がおもろすぎて、なんかトアもあんな感じだったなって思ったよ。なんかソアリン初見実況の醍醐味ってこれなんだなと思って見てたよな。やっぱ最後のあの拍手ね、拍手ね、よかったよね。自然に出る拍手がいいんだよな。やっぱソアリンはそのレベルですか。そうっていうねことがありました。タワテラはね、タワテラに関してはペコラが邪悪だったと言っとくわ。本当に悪魔だよ。悪魔だったよなあいつ。鬼だったよあいつ。常に嘘しか言わんかった。全然さ怖くない。悪魔だよマジで。本当に怖いよ、びっくりするよ。いやもう全然怖くないアトラクションなのにめちゃめちゃ怖い。これ怖いぞって。これ怖いぞーです。で、スバルちゃんのツッコミが、これ、ペコラ、ここはマイクラじゃないって言ってるのが、結構印象に残った、ペコラ。これはマイクラじゃない。前、ここはマイクラじゃねえんだ。あったな、そんなもん。あったね。あったね。でもなんかさ、言語の壁はあれどさ、なんとなくさ、話せててさ、うん、あ、そうだね。盛り上がってた、ちょっとウケるような、すごくね。ファッションって大事だよね。いや、ファッション大事だった。ファッションってやっぱり、通話で言えば分からない、直接のボディランゲージがね。めっちゃ分かるわ。ボディランゲージ超大事だよね。マジで大事なんですよ。なんだっけな、ソアリン乗った時にさ、なんか、誰かがビビらせようと思ってさ、これ落ちるぞ、みたいな。はい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 。ウォッチアウト、ドロップ、ユアボディみたいに言ってたよ、ね。自分が言うんやさ、お前。自分が言ってた。記憶がさ、やばい。ね、自分が言ってたこと忘れるのいっちゃえぐいよ。やばいよね。あ、えぐい。えぐい。なんか、